どうもこんにちは。今回もアケアやっていくよ。ちょっと待って、誰もオープニングには触れないのか。別にいいんじゃね、いいんじゃね。言い訳ねえだろ。あとなんでインフンだし。なんとなーく。ピンポンパンポン。これからの展開が思い浮かばなくなったので、実況終了していいですか。初めての大型イベケンコラボで、あまりふざけないでもらってもいいですか。はい。改めまして、今回はアケアやっていくよ。アイスクリームソーダ実際の。ゆっくり実況者杯に参加することになりました。虫のチャルです。マリサだぜ。霊夢だよ。もうすでに構成がぐちゃぐちゃすぎて蓋も生えないんだが、ダートならハリならだな。虫馬娘やってたのか。うん、同じく実況者杯に出るカリンさんに詰められてね、見事に沼にはまりました。ダメだ、これ抜け出せないやつだ。良いではないか、良いではないか。良くないから早く実況してください。この楽曲はダウンのグラフマジズム。エターナイフはパッチにあるね。ハンデとして配置制限がかかってます。個人的には PM 狙いたいところ。いや、もう知ってるからね。悲しいとか言ってる場合じゃない。ここからが難所。はい、見ての通り低速地帯がさらに低速になってます。もうやだ。大丈夫、みんな同じこと言ってるから。ちなみにもう一曲候補あったんだけど、聞きたい。一応知りたいかな。このさ、地獄じゃねえか。ちなみに難所とか言ってましたが、運指が固まっていて安定しました。よろしい指定だ。やめて消されるから。そして堂々とミスっていくスタイル。単純に見えなかったよ。いよいよ旅だね。候補地の10番さえ間違えなければいける。フラグでしかないんだが、まあまあ見せろって。あ、まあ出た。いわいこっちゃない。ここ無事し、低速だとマジで見えない。クライマックスとかマジで見たぜ。それはお前が馬娘ばかりやってて、アーケアやってないからだろ。その通りです。さてか、そろそろネタが切れてきました。実況終わります。だから無理やり終わろうとしないで。てか、そんなにたするならエンディングちゃんと作っとけよ。時間がねえ、時間がねえ。とにかくとにかく時間がねえ。うっせぇ人参にするぞ。深夜テンションって怖くね。最難所はラスト。異論は認めます。てか、参加者の半分くらいが期限遅れてるけん、本戦は交互パックで行う予定です。つまり日時がわからない。ロイロさん頑張って。本戦にもご期待ください。ご視聴ありがとうございました。